今はね眠くない、ちょっとあんまり眠くない、だからちょっと寝ちゃったから目がシュパシュパしてる。そう TikTok したくて、中坂さんとよく TikTok の振りを練習してるんですけど、でもなんか TikTok 今上げれないんですよ。だからただ踊ってるだけ。クロフェスでは他のアイドルさん見た、もう本当にSK48は本当に お会いしたというか、そのすれ違うとかはあったんですけど、とかはって見かけることはあったんですけど、見かけることはあったんですけど、その直接的にお話しするとかはできなくて、時間がなくて。そうだから本当にアイドルさんと喋れなかったですね。でも遠くから見ました。遠くからあーってなってなりました。でも喋れなかったですね。そう、なんか見かけたりはしてました。でも見かけたりはしたというか、本当になんかね多分本当に SK48 はなんか最後の時間だったんですけど、それでも時間がほとんどなくて、本番前にリハとかもなかったですし、そう本当にそれぐらい時間がなかったんです。だから会えなかったですね。そうでもめちゃくちゃ可愛かったです。本当に勝手に遠くから見てぶち上がってました。勝手に寂しかった。だからいつかまたなんかアイドルさんが出るイベントに出れたら。嬉しいです。遠くにいても。あ、そうだから私ご数日間ショールームをやってる時にずっと片思いファイナリーが頭に流れて大変でした。片思いファイナリーは私が小学生の時に出たシングルなんですけど。その時小学校3年生でクラスの子と踊ってたんですよ。だからすごいエモでした。だから嬉しかったんです、すごい。そう本当に、だから私の本当に私はもう本当にすごく片思いファイナリーができてよかったです。でもなんか高柳あかねさんの卒業コンサートの時に片思いファイナリーをフルでやってたんですけど、
その時はなんか片思いファイナリーいつかやりたいけどいつになるかなみたいな話めっちゃしてたんですよ。同期とか他の人とかにも、なんか片思いファイナリーやりたいですけどやることなんかなかなかないですよねみたいな。でもなんかやることになったら大変そうですよねみたいな。でしかもフルですよね今回ってすごい喋ってたんですよ。そしたらまさかの本当に1ヶ月しない1ヶ月後に自分がフルで片思いファイナリーを踊ることになる、なって、まさかでした。そう、決まった時見間違えたと思って間違えたのかなって思ったけど見間違ってなかったです。なんか片思いファイナリーのイントロってやっぱ私も上がるなってすごい思ってるんですけど、でも本当にもう分かりやすくファンの皆さんがってなったのが分かってそう難しかった。難しくてでも一番練習して本当に一番楽しみにしてたけど本番で今まで間違ったことないところで間違ってすごい悲しかった。なんかリハーサルの時は結構お水飲んだんですよ。なんか通して、あ、ブロック1曲ごとやって通してみたいな、でお水飲んでってやってたんですよ。で休憩時間も結構 MC の時間とかもちゃんとね、ここはこうしてこうしてみたいな結構長かったんですけど、本番の方がずっと踊ってましたしかもゴナジャンプ片思いファイナリー制服の目ワンツースリーフォーよろしく、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーよろしく、愛してラブル小雪フラグで、結構そのコンサートとかでも中盤に来たら一曲でも結構なんかおーってなる曲が6曲続いたので、なんか本当にすごい、あ、なんか SK48 だって思いました。なんか自分がハルプロ研修生さんの推しは、あ、そう、一緒の日にやれなかったんですけど、ハルプロ研修生ユニットさんは今日だったので出れなかったんですけど、あ、一緒には出れなかったんですけど、研修生ユニットさんだったら斉藤まどかさんで、まどかさんが推しメンで、あとは小野田かりんさんが好きです。そうなんですよ、すごく好きですそう、フルでセリフが聞けたのも嬉しい、なんか私も嬉しかったですね。そう、でも踊ったことない振りがいっぱい出てきて、なんかワンツースリーフォーよろしくってこんな振りいっぱいあったんだって思いました。この振り見たことある人いました？感想の。恋ってさ、しようと思うとできなくて、今はいいやって思ってると現れるのってこの振り付け知ってました？コンサートとかでもやっぱアンツースイフォーよろしくて結構歌われる曲だし、公演とかでもやった、なんていうんですか、結構そのなんていうんですか、やることは多いんですけど、感想のところは結構カットされてたりとかすることが多いから、なんかあ、こんなに振り
多かったんだこの曲って思いました。そう、そう、普段の感想はでるるるでん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 だけなんですよ。だからその他の黒フェス出ないメンバーとかにも、え、そんな振り付けあったのってみんなに言われました。私もそんな振り付けをやる日が来ると思わなかった。そうだからびっくりしました。そう、私はクロちゃんさんの推しメンがリカちゃんってついていけなくて、私はっていうイエスマンだったから、なんかそのパフォーマンスとみたいなギャップの話をしてた時も犬ぐらいこうやってうなずいてたんですけど、餌が欲しい犬ぐらいこうなってたんですけどあ、なんかすごい、なんかそれ難しいなって思いました。ダンダンあったんだよ。なんか普段 K2 でもなんか結構自分の声ってなんかなんていうの、自分の声って結構なんか馴染みやすいというか溶けやすい、なくなりやすい声だなって思ってて、その特徴がない声だなって思ってたんですけど、なんか他のチームの人とかとは普段一緒に公演出ることがないので、あ、なんか K2 よりもなんかさらに自分の声って解きやすいんだなって思いました。 K2 って結構そのなんて言うんだろう、声に特徴がある人は多いんですけど、なんて言うんだろう、すごいなんかなんて言うんだろう、え、わかりますか？なんか昨日は本当にさらに自分の声がなくなってすごい、それが悩みです。なんかわかるけど消えません、なんだろう、そう、K2 はなんかその支えの時とかにも、支えの時とかはなんかやっぱりもう声の相性とかもあるんですけど、なんて言うんですかね、なんかあんまり特徴がないじゃないですか。そうだからすごいね悩んでます。そう、声が低いのもあるし、多分なんかわかんないですけど、静かにハモってたら多分気づかれないと思う本当にそれぐらい消えやすいんですよね。だから声が通らなくて、お店屋さんでも声が通らないことが多々あります。そう、すみませんって言ってもお店の BGM の声に消えてくことがよくあります。悩んでます、それに。ちょっとそう、でも支えはいかに空気に溶け込むかをに命をかけてます、私は。なんか支えって結構低いじゃないですか。馴染めずに話もできず、なんか結構低いじゃないですか。だからこそなんか自分の声が低い音域に行くとなんかどんどん消えてくんですよ。なんかまあわかるはわかるんですけど、なんて言うんだろう、やっぱ他の人に比べると自分の声って特徴ないんだなってすごい思う。やっぱナーヤン秘めた中坂と昨日同じパートがすごい多くて、3人とも結構声に特徴があるから、そう、シャムネコは
シャミネコもね、でもシャミネコ、ヒメタンはそう、なんかヒメタンとは結構なんていうんですか、音域そんな近いなと思うんですけど、でも艶のある声じゃないですか、ヒメタンって。だからなんか、あ、やばい、この声で喋ったらすごい一気に深夜ラジオみたいな声になった。皆さんこんにちはみんな寝ちゃう、この声で喋ったら。そうだから、今年の目標は自分の声、歌い方の歌い方をアイドルっぽい声に定める。一回本気で眠らせに行く配信しようだってリソは誰？エゴさん。エゴさんは本当にでも全部が最強じゃないですか。なんかあの声のバランスがなんかすごいって言ってました、スタッフさんも。だからエゴさんが、エゴさんはあのすごい上手いのは前提で、さらになんか安定してるからすごいだよって教えてもらいました。そう、天使なのでね、エゴさんは。そう、エゴさんが昨日のあの髪型を決めてくださって、実はあの三つ編みの髪型を決めてくださったのはエゴさんで、私がなんか本当はツインテールかハーフツインかにしようかなって思ったんですけど、やっぱりできるだけ人と被らない髪型の方がその12人なのでいいなと思って、なんか悩んでたんですよ。ハーフツインクルリンパするか三つ編みするかみたいな。でも他の髪型の方がいいかなとかいろいろ考えてたら、エゴさんが三つ編みにしなよって言ってくださって三つ編みにしました。で、あの黒フェスが始まる前にもエゴさんが連絡くださって嬉しかったです。そうそう、なんか三つ編みは髪型と一緒だからいいんじゃないって言ってくださって、そうだから嬉しかったです、すごい本当にエゴさん優しい。あ、そう、私渡辺麻友さんの声も大好き。あの巻きツインも迷いました。巻いてツインしてる人がいなかったので巻きツインもすごい迷ってて、そうで、そう、前日にリカちゃんにも褒められたから巻きツインもめっちゃ迷ってたんですけど、でも結局三つ編みやる人が他にいなかったのですごい良かったなって思ってます。そうそう、リカちゃん、リカちゃんとさしばらく会えないかもしれない。なんかやっぱチーム違うとなかなか会える機会が少なくて、まあ、チーム一緒でも私古畑さんと全然公演出れない、一回も出たことがなくて、古畑さんと公演出たいですってずっと言ってるんですけど、なんかできないんですよね。そう、一緒に出れないんですよ。
だから、同じチームでもまあ古畑さんとほとんど喋ったことがない。 K2 に昇格してから話してないですね、一回も多分。なんですけど、でもなんかそう、やっぱ他のチームだとさらに喋れなく、なんか会う機会が少なかったりして、そうなんですよね。だからトーク会とかがないとほとんど会う機会がなかったので、もうリカちゃんとこれからどれぐらい会えないかわかんないけど寂しいです。そうだから今日もしばらく会えないかもしれないですねって別れの挨拶した。リカちゃんがおやすみってつぶやいた、おやすみなさいってリプしたい。女性アイドルで好きな歌声は、ユイナエンパイアさんと、でもいっぱいいるんですよね。ももちさんも大好き、あと宮本かりんさんも好きですね、すごい大好き。あとはうるるさんっていう、もうアイドルさん辞めちゃったんですけど、キャリールーズさん、キャリールーズさんっていうアイドルさんがすごい、ワックさんのアイドルさんがすっごい大好きで、ずっと好きだったんですけど、あ、ずっとっていうか好きだったんですけど、キャリールーズさんの声は本当に全員の声が個性的で、でもすごい素敵で大好きで、ウルルさんはすごいハスキーな感じなんですけど、なんかね本当になんか聞いてたらね泣いちゃうぐらいいい声でした、いい声です、好きな声です。そう、あとサーヤイトさん、ワッグさんのサーヤイトさんの声も好き。そうだ、なんかトップ名が放送されてから、なんか私のファンの皆さんが中田さんにハマりましたっていっぱい言ってて嬉しいです。そう、なんかみはるんがハマる理由が分かりましたとか、好きだった理由が分かり、好きな理由が分かりましたとか、なんか中田さんってすごい人なんですねっていっぱい言われて、そう、いろんな人に言われました。そうなんですよ、中田さんのジャンソーカフェが完成してすっごい素敵でした。もう本当に絶対いつか行きたいですね。中田さんは本当にすごいんですよ。そう、なんか本当にすごい方なんですよ。もうそうだから私もジャンソーカフェ本当行きたいなって思ってます。すごい、おいでシャンプーのあの掛け声はなんでできたの、なんでできたのだと結構なんか難しい話になるんですけど、まあ、簡単に言えばおいでシャンプーは中田香菜さんがフロントの曲なんですよ。でセカンドシングルなんですけど、中田さんがそのセンターの生駒さんの横で歌ってる曲で、まあね、そういろいろあるんですけど、その中田さんにとってすごい大事な曲で、ファンの皆さんがそれを中田悲しかってコールを作って広まってりましたって感じです。そうです、簡単に言うと。そう、でもすごい語呂すごいいいですよね。
そうなんです。ちなみに中田さんはあの小地坂さんです。小島春菜さんと乃木坂さんが昔あのやってた時の初期メンバーさんです。みはるんしかはそこから来てます。そうですそうなんです、そこから来てます。そう、藤坂さんが結成された時にあのなんだっけ、じゃんけん大会でなんか応援メンバーで出演されてたのが、そのされてた一人が中田さんなんですよ。そうだから実はあのそうなんですよっていう話と、あとはあのなので風の螺旋っていう AKB さんのシングルの収録されてる曲が藤坂さんなんですけど、その曲のメンバーさんです。そう、みはるんしかだけは、そうみはるんしかは絶対にキャッチフレーズから一生外さないです。そう、大事なワードです。なので、そうそうそうなんです。そうそうなんす、かわいいよね。そろそろお時間がやってきました。というわけで皆さん、今日もショールームを見てくださってありがとうございます。おやすみなさい。バイバイ。